皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日の散歩は東京を離れて茨城県の水戸に来ています。これ水戸駅です。水戸といえば皆さんご存知の水戸黄門ですね。はい、この印籠が目に入らんか。まあ、この水戸黄門像、助さん格差、それとまあ水戸といえばこの梅が有名ですよね。水戸の梅祭り、3月の31日までやってるそうです。ではこっちから行きましょう。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブ、山田養蜂場の提供でお送りします。今日は茨城県の水戸市をお散歩。御三家の一つ、水戸の徳川家が残した素晴らしい遺産にじいさんも感激。そして水戸といえばやっぱり黄門様。ドラマとはいえ一二度助けていただいたことありますこれぞ水戸の味、名物にうまいものあり、たっぷりいただきました。うまいんだよね。いただきます。おいしいね。満開の梅の中、甘く上品な香り漂う水戸散歩。自然と伝統が美しく溶け合った街並みをゆったりと楽しみながら、さあ今日も散歩に出かけましょう。僕も水戸ってのは初めてなんですが、大きな街ですね。これが水戸光圀公にいた水戸城の跡。茨城県の県庁所在地水戸市。東京の上野から特急を使えば1時間とちょっと。じいさんは水戸駅から歩き出しました。はい、どうも二皇生誕の地、水戸黄門誕生の地、これがそうですか。水戸では義侯という亡くなった後に贈られる贈り名で親しまれている黄門様。こちらで生まれ4歳まで住んでいたそうです。僕もドラマとはいえ一二度助けていただいたことありますねそうでしたか。黄門様とそんなご縁があったんですね。綺麗な大きな木が青空に、明治像、昭和20年8月2日未明の水戸大空襲。そうだ、8月2日に森の郷里の方もあったって話聞いたよね。この空襲で残っていた水戸城の一部も含め市内の8割を焼失したそうです。このお地蔵様はその時の犠牲者を供養しています。これがお堀の跡だと言われるところ。ああ、なるほどね。わかるような。でも立派なもんだな。いやでもこの
質実剛健っていうの、あそういう意味だ、うん、味も逆に なさすぎるのがいいね。まあこれが本当にその時代のものかどうか全部がね、ただまああるんじゃないそういう流れは。そうですね、うん、非常にこのこういう針のところの最後のこの反り返りなんて素敵だね。ヒゲたちはいつもここか使うの？いつも毎日これ見れるの？はい、幸せだね。あんまりそう思わない？いや、思うよね。こういう学校あんまりないよ。そっち通らないでこっち通って帰んなよ。いいことあるよきっと。本当に。どうぞお帰りください。ここから堂々と頑張れ。可愛らしかったですね。それにしてもこんな校門を使っているなんて、なんて素敵でしょう。いい環境ですね。やっぱりお城の跡だから広々してるし、大きな古い木も、うわーこれ、これも C ですね。この C の木、葉っぱから吸収するその出す酸素なんかもすごく多いし、あの他の木よりもすごく有能な木だというようなことを書いてある本に今出会ってるんだけど、この苗木って簡単に作ることがそう難しくなくできるっていうのは、そこらに落ちてるこのどんぐりを30分ぐらいこれ水につけちゃうんだって。でこれをまあ簡単なポットみたいなところに植えておいてやると芽が出て、その芽を山に植えていけばどんどん増えていくし、あとはこう自分の力であんまり手をかけなくていいらしいのね。そういう意味ではこの木を見ると、まあ C の木なんか見るとすごくこう、ああこれがそうかと思って見てるんだけど、400年も500年も経ってるっていうんだね。これすごいね。やっぱすごいね。想像していた以上にやっぱりすごいね、規模が。ああこれも行動か。こちらは烈公という送り名で呼ばれる第9代藩主徳川斉昭が建てた弘道館。江戸末期、外国からの船が日本の周辺を騒がし始めた頃、人材を育成するために作った藩の学校、今で言えば文武両道を目指した総合大学のようなものだったといいます。現在弘道館を含む公園内には800本もの梅が植えられ、重厚な建物と鮮やかなコントラストを見せています。いいもんですね。このさ、伊藤さん、梅のその絵いいな。なあ、この深みといい、あでやかさといい、いいね、この梅の。すごいね。梅の絵、そして庭先の梅の香り、いいですね。今見せてもらって、非常にこう、カビじゃなくて、はい、質実剛健、質素 で、ね、はい、しっかりした建物で、はい、なんかどうしてこう特にそういうのを感じるような建物なんですか、これは。これは書院造りって言いましてね、そういう質素なものを出そうっていうのは、斉昭さんってこの藩士の、九代藩士の斉昭さんのもう基本的な考え方ですよね。ちょうど168年前の建物ですね、これだけが残ったんです。だからこれだけが唯一の水戸の徳川時代の唯一の財産ですね。質素だけどきちっとしてるというのは見えますね、はい、と思います。あ、ご覧のおっしゃる通りです。そうですか、はい、ありがとうございます。ここまで梅の匂いがするよ。いいとこだね、すごくいいとこだね。水戸城の後にすっかり魅了されたちいさん、続いては水戸の市街地へ。古いお菓子屋さんがあって、
こんにちは。アンコウね。アンコウトモズ。ジャス。あ、こういうのはそう。あ、そうです。あっちだ。どうも、じゃあどうもどうもありがとうございます。テレビ見れるの若いですね。いやいやいろんな魚が町の真ん中にこんな立派な魚屋さんがあるんだね。あ、そうですね。茨城県だからアンコウはやっぱりよく食べる。これがそうですね。季節に入るとバンバン売れますね、これが。バンバン売れる。すげえ魚だな、だけど。うわ、これがまたうまいんだよね。そうですね。こちらが先ほどちいさんが目に留めていたアンコウのトモズ。肝も入れた酢味噌で皮や身をいただく料理。ちいさんの地元でもおなじみなんだそうですよ。どれ食べても美味しいんだよ、これ。僕も子供の頃よくこうやって食べたけど、この味噌がね、うまいんだよね。おいしいね。皮、うまいね。なんでこんなうまいの？冷凍じゃなくて生、それから冷たい水ので取れた魚を、北方の北の方が美味しいですね。おさん、僕の友達の前田銀にすごい似てんね。あ、そうですか。うん、似てるよね。うちの女房が小さな大ファンで、欠かさず見せるんですよ。奥さん、僕のファン。刑事部の前田銀じゃなくて、あ、それは奥さん、主任は刑事部が好きで、大好きで逮捕するぞ。ありがとうございました。いやー、美味しかったな。あんこ、久しぶりにこういう風にお味噌で食べたらものすごく美味しかったです。どうもごちそうさまでした。外房生まれのちいさんにとってもあんこはふるさとの味だったようですね。いやー、本当に賑やかな通りだね。これは本当に水戸黄門の水戸藩のなんとかっていうよりはもう本当に大都市ですね。団子餅伊勢屋さん、もうちょっと奥まったところにあります。入ってみましょうか。こんにちは。お母さん、この団子餅ってどれ？いや、団子と餅です。団子と餅、はい、団子ってのはこれ焼きだ、これ。そうです。これもらっていい？はい、5本ほど、はい、お、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。うまいわ。ちょっと餅がしっかりしてて、今まで食べたこの団子とはちょっと違う美味しさがある。固い餅でいい。美味しいね。うん、全部うちで作ってるんです。お米製粉して。ああ、そう。地元の人も人気あるでしょ。おかげさまでなんとかね。え、美味しいわ。団子専門でもう80年近くやってますから。ああ、そう。脳がないからこれしかない。いやいや、そんなことないよね。いや、 お手伝いしてるんですか？いや、娘なんです。あ、お嬢さん。もう子供と娘がやってるんです。あ、そうですか。美味しいお団子いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもどうも。こちらのお団子知ってる？知らなかった？美味しいよ、このお団子。美味しかった。いつも買ってた。あ、いつも買ってた。これからも一つよろしくお願いします。どうも。あんこうにお団子、水戸の味に大満足のちいさん、どうやら偕楽園に向かうようです。はい、こんにちは。どうも。はい、散歩です。常盤神社、お参りしようか。やっぱり一つ一つのものがやっぱり立派だよね。ああ、まやかしで作ってないっていうか、歴史のあれですごいものがあるよね。じゃあ、ありがとうございます。
こちらは徳川光圀と斉昭二人を祀るために創建されたそうです。100種類3000本の梅、弘道館を建てた斉昭が開園した偕楽園、梅祭りには多くの観光客でにぎわいます。すごいですね。この桜のある土地って一気に咲いちゃうんじゃないかな。満開のもあるけどまだ早いのもあるから、でもう終わりかけのもあるし、お父さんどうですか、撮れました、いい写真。あ、どうでしょう。お母さん。お母さんはいいんだ。お母さん。お父さん。どう。ほら、写真撮ってます。いやいや、そうじゃなくて。毎日見てますよ。今これ毎年撮りに来るのこれ。私はね、3回ぐらいだけど、朝ラジオ聞いたら、晴れるって言うから。奥さんもちゃんとそれに乗って、お旦那行くったらいつでも来るの。そうそうそう。何でも旦那の言う通りなんだ。まあどっちかって言うと、ね。偉い。いい本当。いい写真撮れました。どこでもよ、ほら行きたがる人だから。おかげさまであちこち連れて。いいじゃん、いいね、ちゃんと一緒に。嬉しい。ああ嬉しい。いい写真。朝こんなとこだよと思わない。今一生懸命写真撮ってましたから。どうもありがとうございました。偕楽園事務所分室というこちらをお尋ねしてみます。こんにちは。あ、こんにちは。チーと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。梅を前にしてちょっとご説明いただきたいんですが、はい、いいでしょうか。あ、そうですか。はい。父親の代から親子2代にわたり偕楽園の梅を管理している伊藤さん。この仕事を始めて50年、伊藤さんは偕楽園の梅を誰よりも知る人。見事な花が咲くには伊藤さんの存在が欠かせません。どうですか、梅50年付き合うと可愛いもんですか、梅ってのは。そうですね、未だにこう梅の分からないことってあるんですか。いろいろあります。まあ種類が分からないですね。今は一番いいんですけどね、あの品種を調べるのは。あの花型を分かります。花を見て調べる。花を見て、あとはあの6月の実がなった時の実の形、あと梅の花ってみんな同じじゃないんですか。みんな違いますよ。そうですか。白でもね、あのね、あの赤い花の実もまた違いますから。あ、そうですか。新しい木もどんどん植えてるんですか。はい、植えてます。この奥の方にはまだ若木なんですけど、三つ国梅というのがあるんです。ご覧になりますか。何ですかそれ。また変わった花です ね、 ね、これちょっと小ぶりだけど面白いね。この花びらが一つ一つ分かれてて、まあね、桜みたいな、貴重なもんだ。貴重ですよ。これなんで ないもんですから。これいただいてきたんです。どっから。ある有志の方から。何、見つくる場合がなんで場合にいないの。ないんです。ただ梅梅って騒いじゃいけないな。全然全部違うんだな。みんな違いますからね、今ね。
愛楽園にはちいさんがかねてからお話を聞きたかった方がいました。樹木医会の会長も務めた近藤秀明さんです。このテレビを見てる若い人なんか日本の国土の緑を守り CO2 の問題なんかもいろいろありますよね、はいはい、どんなふうに取り組んでったらいいと思われます？やっぱりそれぞれの地方に適した自然界では植生って言うんですけど植物の配合っていうのが究極の姿っていうのは決まってるわけですよね。人間の都合で杉を植えたり松を植えたりという形でなくてもともとあった林の状態を壊さないような形で自然界をもう一度見直しながら作っていくというのが基本になるんじゃないでしょうかね。人間がなんか傲慢にこの自然界だとか地球だとかなんかを環境を全部こう作り直しちゃってるみたいな感覚は全く違うと。自然をないがしろにしないでやれば全ての問題は片付くように私自身は思って仕事を未だにやってる。いいお話でございます。難しいかもしれません。いやいや本当に素敵なお話だと思います。ありがとうございました。どうも。近藤さんから大好きな植物に関していろいろとお聞きしたちいさん、今日は偕楽園の一角をお借りして梅の香りを楽しみながら一日の思い出を絵手紙に綴ります。出来上がるまでおさらいです。水戸城跡を歩き重厚な建物に感動したちいさん、市外では美味しいあんこうの友酢や手作りのお団子に舌鼓、最後は偕楽園の梅を楽しんだ4時間で8044歩のお散歩でした。今日の散歩は東京から離れて茨城県の水戸、私も実は初めて来てみたんですが、立派な建物や公園がドーンドーンとあってなんかこう、とてもこうちまちました町ではない雄大な町というような感じがしました。とってもこうなんかすがすがしい古くからあるいい町だという印象がまずありました。そんなんで今日の一枚の絵は、ご存知偕楽園の満開の梅を描いてみたつもりです。こんなもんじゃないと思いますが、本当に綺麗な梅が満開でした。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は肘痛予防体操です。タオルを持ち両腕を交差させてひねります。この体勢を10秒間キープしましょう。ちい散歩の新しい本が発売されました。好評の1巻から5巻に続き待望の第6巻が絶賛発売中。おすすめ22コースを絵手紙とともに掲載しています。